おはようございます。窓の花もセットできました。ジャン君もおはようございます。気持ちよさそう。はい、ジャン君。ポンちゃん、おはよう。はい。返事ができるね。いい子だね。めっちゃお手手がかわいい。あら、ジャン君。ポンちゃん。ポンちゃん、お手手かわいいね。ポンちゃん、おはよう。今、ジャン君、ロックもついてます。うん。はい。ちょっとお魚使ってね。うん。はい。じゃあ、ジャンク。何、ジャンク。あ、じゃあ。ジャン君、はい、ジャン、今日オープンマイクライブに出演いたしますが、原点回帰最初にやった曲をね、また二巡目としてやろうかなと思っています。の中にお茶と話を、もうほとんど見なくても歌えてるはずなんですよ。でも、こういうことをしています。これね、何が違うかっていうと、古いやつを見せるとわかるんですが、こういう感じですね。この文字の大きさがこうなりました。これは、完全に老眼対策です今日ちょっと言葉が出ないな、老眼に不安を持っているので、どうしても、歌詞カードに釘付けになります、目がね、本来は大体もうほぼ覚えているのに、見てしまうとどうしてもそこに、離れられなくなるということがあってですね、まあまずは絶対間違えられないということもあるので、文字を大きく太くしました。しばらくの間は、歌詞カード見ながらでいきますが、そのうちね、ちゃんと歌を伝えるためには歌詞を覚えて、やりたいなと、言いながらずっとだけど、一度まる地べたにペタンとガラス越しに摩天楼の木の大丈夫でしょう。
馴染みになったと思いますが、一番最初に緊張して始めた頃に弾いた曲がですね、だいぶ、自分では残念な思いがありますので、しっとりした、大人な曲を今日はやらせていただきます。乱れ髪という大滝栄一さんの曲を弾きます。もう残念。